Alright, welcome back. Let's jump back into the stories. ようやく追いついたぜ。あんたは、ラーメン女やないか。名前ならこの間教えただろ。カツラギだよ、カツラギ。あたいはカツラギだっての。そうやった、そうやった。カツラギや。なんだか調子が狂うけど、これも何かの縁だ。さあ、今度こそあたいと勝負しようぜ。 ええよ、勝負なんて。めんどくさい。大体やな。そんなもん関係ねえ。前に言っただろ。あたいは強いやつ。しかし、ほんまに元気なやっちゃん？ん？そうや。いいこと思いついた。おいおい、何グズグズ言ってんだ。ほな、あんたと戦ってもええよ。 おお、そこだくちゃ。ただし、戦う。頼みって、私に感情ってもんを教えてくれんかな。感情？わしは笑ったり泣いたり。わしには感情ってもんがないんや。別にそれで困ったことなんかないんやけど。 わしの仲間たちがいろいろと気にかけるもんや。笑顔ってのを一つぐらい見せてやれたらなと思うんや。なるほど。だったらあたいと戦うってのはちょうどいいぜ。日陰、あたいが戦いで教えてやるぜ。感情ってもんをな。それは楽しみや。ほな、 Alright. So the scroll is actually at the beginning. Ah, here it is. Ah, crap. Oh, crap, 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 crap! Toy
No! Okay, I jumped. Okay, really? There we go. As I've said before, I don't care about the grading. All right. One, two, three, four, five, six, seven, eight. All right.
Okay. お前は守りたい人のために戦う。うん。分かった。ならば相手になってやろう。守ってみせる。みんなのことは私が守るんだ。未来、悪の定めに舞い順じる。 Okay, so it's the furthest one. Okay, well, that was fast. Nice. Okay. Oh crap! Why? Okay. Okay.
Okay, I've gotten used to her playstyle. これで全てに切った。俺にはもう何も通用しない。だったらもっと激しい攻撃で私はみんなを。もういい。戦いは終わりだ。今からでは他の連中に追いつかない。お前の足止めはさあ行け。見逃してやる。 You know, I wonder where the models go after the little shadow thing leaves. しかし、甘いな。 Alright, next mission. This one. Okay. わかったよ。本当のことを知りたければ。さあさあ、その息その息。どうせなら倒すじゃなくて殺すって言えば、私も殺すつもりで行くから。殺す？当たり前じゃない。私たちは忍びでしょ。 ひばりは忍びだよ。だから、はるかさんには負けない。殺せるもんなら殺してみればいいんだ。怖いのを一生懸命隠しちゃって、ほんと可愛い子ね。戦うのが楽しみになってきたわ。はるか、悪の定めに舞い順じちゃう。 Okay. To the left. Okay. Where's this one? Nope. Hmm.
Okay, I jumped.私もヒバリの魅力にやられちゃった。どこか怯えた小動物のようで、あなたなんて可愛らしいの。連れて帰りたい。うん、連れて帰りたい。ねえヒバリ、蛇女に来ない？え、何を言ってるの？何をって、天候に決まってるでしょ。 決まってるよ。無理？そうかしら。悪は正義より寛容よ。何だって許してくれるんだから。そういう問題じゃなくて。まあいいわ。今返事はしなくても。でも天候のことは考えておいてね。 ヒバリがヘビ女に転校? そんなことできるわけないよ。このくらいは当然ね。
決めたぜ。どれがいいかなと。やめとこうぜ。どれがいいかなと。決めたぜ。と言われて返すのなら、初めから盗もうとはしない。それはそうだけど、でもどうして超秘伝忍法書が必要なの？どうして？超秘伝忍法書の力を借りて誰にも負けない忍びになるためだ。ホムラちゃん、それはおかしいよ。強い忍びになりたければ修行で自分を鍛えるべきだ。アスカ、お前は忍びとしてまだまだだな。え？鍛えて鍛えて鍛え抜くのは忍びとして最低限の努力の話だ。誰にも負けない努力をするのは当然。そして私はさらに超秘伝忍法書の力も求める。忍びとは手段を選ばずに。強さが大事なのはわかるよ。でも超秘伝忍法書を奪ったせいで小村ちゃんたちの仲間がおかしく。強くなるためなら仲間を犠牲にしてもいいの？忍びなら仲間も強さも大事にしなきゃダメだよ。お前の忍びの道と私の忍びの道は違う。文句があるならかかってこい。ホムラちゃんの忍びの道は間違ってるよ。アスカ、正義のために舞い忍びます。忍びの道に間違いも正しいもない。ホムラ、悪の定めに舞い順じよう。
アスカ、立て。まだ大して聞いてないんだろ。そんなことない。結構聞いたよ。それが聞いている顔か。本当に聞いたんだって。もう死ぬかと思ったよ。でも、その代わりに超秘伝忍法書は取り返したけどね。 肉を切らせて骨を断つだよ。アスカ、今日のところはお前の勝ちだ。ホムラちゃん、私とホムラちゃんの忍びの道、そんなに違うかな。 もしかしたら根っこは同じなんじゃないかな。今戦っていて、私そんな風に思ったんだ。不甲斐ない。
決めたぜ。どれがいいかなと。やめとこうぜ。どれがいいかなと。決めたぜ。もう観念しなさい。未来。It's probably a game that they're playing. さあ未来どうするの？Yeah, knew it. じゃあ次は私の番ね。あら、一つ、二つ、三つ、イノシカチョウ。なんてことだ。はいはいはい。じゃあお待ちかねの罰ゲームの時間です。 What? 待て、負けたのは私よ。だから罰ゲームは私にやって。何言ってるの。これはチーム戦でしょ。代表者が負けたら。ちょっと、ダンマもありでしょ。タンマもデンマもありません。私の秩父とはにも行くわよ。えい。ってあれ。警察に通報されるぞ。海の匂いがしてきたね。もう海に着くのね。だから着替えないと。何やってるハルカ。まだ脱ぐな。早すぎる。大丈夫だって。ちゃんと服の下に水着を着てるんだから。何も問題ないわよ。じゃあわしも脱いでまうか。日陰まで。おい、やめないか。皆さん、どうして静かにできないんですか。私としたことが申し訳ありません。
明日から海に行け。任務を失敗した直後にどうして海なんですか？成果はあった。超秘伝忍法書を開くと近くにいる者は凶暴化する。これは大きな収穫だ。それは心配しすぎだ。影響を受けたのは小部隊だけ。つまり体力や精神力の弱い者が凶暴化しやすいのだろう。So that means that Mariah's just barely strong-willed. それが悪人ってものよ。さて、では恒例の水着チェックといきましょうか。いいじゃない、いいじゃない。未来マニア心をよくわかる。ハルカ、そのいやらしい目はやめろ。はいはーい、邪魔なタオルは没収します。さすがにスタイル抜群ね。大きなおまんじゅうが2つ。あ、ハルカさん、あまり大きな声でそのようなことは。やっぱりそうよね、フリフリよね。ヨミちゃんのフリフリに私はクラクラよ。待たせたの。わっ、ヒカゲちゃん、ヘビ柄の水着をチョイスするとは似合いすぎてて、さすがの私も降参よ。さあ泳ぐぞ。ほら、日陰さん。冷たくて気持ちがええね。飲み物買ってくるね。
What now? Mirai, doko ikun ya? Chotto namimono. Nanka ukahen kao shitoru ya. Gomen. Hitori ni shite kurenai? Nande ya? Sekkaku umi ni kita chuu no ni. Wakatta. Mirai, oyogehen ne yaro? Zuboshika. Huna, washi ga tokkun. Tokkun yuutemo, tanjun ni oyogi kata oshieru wake ya nai de. Okay. Chimini deku ningyo wa, Komura-san ga takuhai bin de koko made okutta. Ima wa souyu kibun ja nai no. Maa, sou iinasan na. Hona, iku de. So since this one actually has no scroll, I don't really give a damn. I was pushing the jump button. All right. いい動きや。次は今の動きを水泳に応用し。構わないで。ん?私に構わないで。どないしたんや。未来、な。もう、私とこれ以上仲良くしないで。今更それは無理ちゃうか?な。なんかあったんならいいや。 わしでよかったら話を聞くで。だから、私に構わないでって言ってるでしょ。未来? Hmm. Weird. Oh.
Oh, just barely another level. Oh. Oh, nice. Well, anyways, next time we will hit up Chapter 3, Part 7. But until then, goodbye.